柴義銀は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。本性は源氏。柴氏十五代当主。終わり主後、柴吉宗の嫡男。祖父、義達の勇士、または養子となって家徳を継いだとする説もある。弟に、毛利秀頼、八谷健入り、津川吉冬、陽明は岩達丸。織田信長に服属後は、 終わり守護であった柴氏を称することをはばかり津川義、金と改めた。入道して、未松県と合した。柴義康、津川金利、津川達、陳、津川近春、女子など四男二女がいる。終わり守護。柴氏の宗家の当主は、代々、佐兵ただし、または、佐兵さに任ぜられ、そのため、表衛府の当名である武衛家と称されており、 義銀は吉宗が守護に在職している時期は、若武衛、吉宗守護は、武衛と称された。柴義銀正造父の吉宗は、尾張守護ではあったが実権がなく、尾張した四軍を支配する守護代、織田信友の区物となっていたが、天文二十三年に義銀が手勢を率いて、川狩りに出かけている隙を突かれて、信友とその家臣で、尾張小守護代の堺大前によって、 殺害されてしまった。これを知った、義銀は、しばしと良好な関係を維持していた、織田信長のもとへ落ち延び、信長に、信友を打たせた。以後、義銀は、信長の庇護下に入る。やがて義銀は、信長によって、形式的な、終わり国守護に報じられ、三河国のキラ氏駿河国の今川氏など、足利氏一門の守護同士の名役を図ることとなった。 この同盟の締結時に、議員は、石橋忠義の戸田間において、吉良義シと対面したが、互いに、足利一門最高の格式を誇る、家柄同士であったことから席次をめぐって争った。この時のことについて、信長後期によれば、同盟締結のため、芝、吉良両子の軍勢が約束の地として定めた上野原に、到着し、互いに一丁ほどの距離を置いて物々しく、 人数を立て備えたという。3回の場では、両生の一方には、キラ・ヨシアキが、その一方には義銀がそれぞれ陣前に将棋を据えていたというが、両人ともに一歩も動かなかったという。実は、対面の席字のことで争いがあり、双方とも譲らなかったため、対面は相互に10歩程度前へ出て顔を合わせただけで、格別の挨拶の品もなく終了したという。しかし、 当初は、キ良氏と石字を争っていた。義ギも、柴氏の県政を取り戻そうとキ良氏と結んで信長の追放を格策するようになった。義ギは、足利五一門の石橋忠義、吉良義明、今川義元、尾張の河内地方の国人、服部ト友佐と通じ、今川の軍勢を会場から引き入れようとしたのである。しかし、このは信長に知られるところとなり、義は、 終わりを追放され、大名としての芝武衛家は滅びた。後に上落した信長により、将軍、足利義輝によって使用されていた武衛家の家、屋敷である武衛人は、改めて将軍、足利義明の居城に上場として利用された。その後は、同じ三色家の一つであった、河地国の畑山高生の日護のもとに入り、一説には、そこで、 キリシタンになったとも言われるが、おそらくこれは同じく、尾張を追放され松永久秀の庇護下に入って、キリスト教に入信した石橋忠義の経歴と混同したものと思われる。後に信長と和解し、その際になお、津川義金と改めた。信長との和解により、尾張へ帰国することが叶ったと思われ、元気2年には、尾張守護であった、祖父に、 厚紙の三回忌の法事を営んでいる。また娘の一人を信長の弟、織田信金の長男に嫁がせるなど、織田家との縁を深めていき、織田政権下でも、お大越家族中の騎手として偶された。本能寺の変の後は、弟の津川義冬が信長の子の織田信夫の家老となっていたため、その下に義勤もいたようで、義冬が信夫に殺害された後、小牧。 長久手の戦いにおいてはその巨城であった松ヶ島城を守ったが、木造区康し、滝川竹尻に攻められて、八や剣入りとともに、橋場秀吉に降伏しその進化となり、ガモウ里の帰化として戦った。秀吉政権の下では、足利義明や山名報告とともに、乙義州となり、天正十三年には、こう家なりが認められた。こうした。 大名並みの大遇が許された背景には、秀吉が主君、信長の子である、信を、信高兄弟と戦ったことに対する批判に対して、信長が追放した旧終わり主を庇護することで、その正当化を図ったと見られている。当初は、外交面で活躍し、東北に文家が点在する、芝宗家の当主として、伊達政宗など東北大名との折衝に当たった。しかし、 小田わら性伐で振った、北条氏直の斜面を秀吉に嘆願した行為が増長であるとして、秀吉の怒りを回出却した。後に斜面されたものの、その後は政治的な影響力を回復することはなかった。また、晩年には、徳川家康、秀忠夫氏と親しかったことを示す書状が残されている。天正十七年三月には、樹落台で発生した落書き事件に、 細川明元、李東知仙と共に巻き込まれて一時捕獲されることとなった。ただし、木下聡氏はこの事件で捕らえられたのは義金ではなく、弟の八谷剣入りであったとする。慶長五年死去。法名は、AA 明ライ法伝法さむこ大古事。万治元年当時は、病心寺大見ぬいに遺廃及び、肘高の画像があったという。現在は、 同時大流院の所蔵となっている。没落後も足利一門中の第一の家門の当主として知られており、天正年間に徳川家康が山の報告を共に義銀の屋敷を訪れた際、前行の義銀への応対があまりにも遠銀すぎるほどであったらしく。後に、前行は家康より、義銀は官僚の家の生まれといえども足利の分家に過ぎない。お前は、 神殿下の着流にして、そう遠くない昔までは、数カ国を治める大衆であったではないか。なぜ、足利の分家に、そのように卑屈になるのだと苦言を呈されている。ありがとうございます。